はい、どうもおはようございます。金融です。沖縄県糸満市でアボカドを中心に熱帯果樹や野菜の栽培をしております。本日お話しさせていただく内容は、根の違いでわかる野菜の特徴、そして栽培方法、4つのタイプについてお話ししていきたいと思います。はい、で前回ですね、根っこが一番要求するのは実は肥料ではなく水と酸素であるということをね、お話しさせていただきました。で今回はその話の続きの内容になっております。はい、で実はね、作物の根っこの形態は4つのタイプに分かれております。でこの4つのタイプを理解しておくと、上手にね栽培ができると思いますし、特にね自然農法とか、自然栽培をですね、されている方の強い味方になると思います。はい、で自然栽培系だとね、やっぱ手をかけるところっていうのがね少ないんですけれども、たまに逆にね手を入れてしまったものが手を入れてしまったがゆえに、マイナスになるっていうこともね、たまにですけれども起きやすいので、こういった根っこの、作物の根っこの、理解に関して知っておきたいところですよね。はい、で本日ですね、今回の内容も竹内さんが書かれたご執筆された書籍ですね、これならできる家庭菜園から参考にさせていただいております。はい、でラジオのねトップ画像はですね、書籍からの引用です。でこちらの書籍、特にですね家庭菜園規模の方に非常におすすめとなっております。でチャンネル概要欄にねリンクを貼っておりますので、気になる方は、どうぞ、ご購入されてみてください。はい、ということで、内容入っていきたいと思います。根っこのタイプは4つに分類されるというお話ですけれども、もっとねざっくり言うと実はね2種類なんですよね。はい、でこの2種類何かというと、手根系か、それともヒゲ根系かというお話です。はい、で4つというのはね、その中でも手根とヒゲ根の中でも、さらに深いところに根が張る深根型か、浅いところに根が張る線根型、かどうかに分かれますね。深い根と書いて深根ですね。で浅い根、浅根と書いて線根ですね。これらのタイプを、分けて4つとしているんですね。はい、で手根系の植物というのは大体、草子葉植物といって、発芽の時にですね双葉がパカッと開くタイプですね。でヒゲ根系の場合はですね、一方ヒゲ根系の場合は単子葉植物といって、1枚の針のような細い葉っぱがね、ブサッと、ブサッて表現おかしいけど、そういった感じで伸びてきますね。はい、で、手根タイプの場合はですね、中心に1本ドンと太い根っこが伸びて、そこからね、360度方向に側根っていうのがね、いくつも伸びます。はい。で、一方で、ヒゲ根タイプはですね、画像のように、茎から、ヒゲのように何本も、下方向に向かって伸びているというものですね。はい、で、実はこの根っこのタイプで、生育の特徴というものが、野菜によって生育の特徴というのが変わりますし、それに応じて、栽培方法も変わってきます。それぞれのタイプの特徴や、栽培方法など今回はね深掘りしていきたいなと思います。はい、でまずは手根型のお話ですね。手根型の、最初に深根型からお話しします。はい、本書で紹介がなされている野菜はですね、ちょっと読み上げますと、トマト、ナス、スイカ、カブ、大根、人参、キャベツ、白菜、ごぼう、ほうれん草、オクラ、インゲン、ささげなどがね、こういった手根、新根型に該当します。地下深くに根っこが伸びるので、環境の変化に強いと言われておりますね。はい、で温度や、水分の変化が少ないね、地下深くに根っこを下ろすことができる、そういった理由のため、環境の変化に強いんですよね。はい、でもちろん地下水を吸い上げることができるので乾燥にも強いんですね。はい、でこのような、植物、根っこを深くまで下ろさせるポイントがあります。でそれはね、栽培のポイントなんですけれども、生育初期に水を与えすぎない、肥料を与えすぎない、ということをね、心がけるということですね。こういうことを行うことによって手根を、深く、深い位置まで、張らせるということができると、こういうことがねポイントなんですよね。で、他にもね水はけの良い土地とかですね、地下水位が低い場所を、選ぶ、というのもこういった野菜をね上手に栽培できる、生育する際のポイントになります。はい、で、これらの野菜というのは、育苗をするとですね、種から、ポットで育てて畑に定植する、育苗ですね、種を育てる、方法を取ると手根がね傷つき、根っこのね、側根かなの、手根もそうですけれども、手根のこう身長が阻害される場合があると。
なので移植をねあまり好まない場合が多いです。はい。で、まあ、例外もありますけれども、大体このような特徴を持っておりますので、まあ、理解しておくと栽培が楽ですよね。はい。で、例えばね、まあ、例外もあるんですけれども、例えばね、まあ、トマトとか、ナス、キャベツなどは、まあ、根っこの再生力が強いので、まあ、育苗しても問題がないものもあります。はい。で、さらに人参もですね、こう種植えをすると思うんですけど、発芽の際にはね、結構多めの水が必要などといった、まあ、各々の特徴がありますので、そちらは個別に覚えておいてください。ということで、主根の新根型のお話でした。で、今度は、主根のね、先根型、浅根タイプのお話ですね。で、浅根型に該当する野菜は、本書で紹介されているものは、キュウリ、かぼちゃ、ニガウリ、ゴヤですね。で、メロン、マクワウリ。マクワウリっていうのは、まあ、メロンがちっちゃい、メロンをちっちゃくしたような野菜かな。うん。で、ピーマン、枝豆、そら豆、エンドウ、落花生、漬けなるい、レタス、春菊などがね、該当します。はい。で、これらの野菜の根っこは浅い位置に根を張るんですけれども、その理由はね、実は酸素の要求量が高いんですよね。こういった野菜は酸素をめちゃくちゃ好むので、根っこがね、地表部に来やすい、地表部位に集まりやすいっていうことが、あります。はい。なので、まあ、連日の雨などが続くと、酸素不足を起こして、まあ、根が弱まって、まあ、根腐れ、などがね、起きやすいんですよね。はい。で、また、根っこがね、深いところまでいかないので、比較的ね、環境の変化による影響を受けやすいっていうのがね、こういった野菜の特徴なんですよね。はい。なので、まあ、乾燥とかですね、まあ、温度、低温とか高温などの、まあ、影響をね、結構受けやすいっていうのがね、まあ、こういった野菜の特徴です。なので、栽培のポイントとしては、まあ、地表部の環境の変化を和らげる。そのためにも、まあ、草マルチとかですね、まあ、十分に行う必要があります。はい。で、すいません、地表にね、張る根っこ部位をですね、まあ、ちょっと手厚く守ってあげるっていうのがね、大事です。で、畝立てなどもね、排水を良くする工夫なども必要になります。はい。それでは、次に、ヒゲ根タイプについて見ていきたいと思います。ヒゲ根タイプの、新根型ですね、本書で紹介されているのは、まあ、麦類とかね、トウモロコシ、おかぼ、イネ科、あと緑肥作物ですね、こういった作物がヒゲ根の新根型と呼ばれている作物になります。で、これら根っこはね、まあ、4タイプの中でも最も強い根っこになっております。ヒゲ根の新根型、4つのタイプの中で最も強い、ものです。で、各根っこがまっすぐ深く張ります。で、これ周りの草にも強いので、そこそこね、ほったらかしても育つことが多い作物です。はい。ということで、ちょっと次に行きます。ヒゲ根の先根型ですね。ヒゲ根の先根型。で、ヒゲ根の先根型、本書で紹介されているのは、じゃがいも、さつまいも、いちご、里芋、生姜、ネギ、玉ねぎ、ニンニク、浅月、などですね。で、こういったタイプの作物は、草に弱いということが多いため、まあ、草マルチなどをしっかり施して、周囲の草を抑えることが必要ですね。で、時にはね、土寄せも必要です。で、ただ、じゃがいもとさつまいもは根っこが浅いんですけれども、まあ、原産地がね、乾燥地帯なので、まあ、乾燥にちょっと強いんですね。はい。で、また、こう、水分とか、まあ、養分の吸収力も高いので、やや痩せた土地を逆に好みます。はい。さつまいもとかですね。で、里芋とか、まあ、生姜、ネギ、玉ねぎ、ニンニクなどはですね、まあ、単子葉植物なんですけれども、これらはね、乾燥にも、過湿にも弱い、部類の、作物です。そのため、こう地表部のね、草の乾燥、地表部の土ですね、の乾燥を、なるべく抑えると。なので、こう草マルチなどをして、保護するっていうのがね、欠かせない、ことになります。はい。で、まあ、里芋とか生姜はね、土寄せなどもね、必要になってきますね。で、乾燥時には、まあ、乾水も必要な場合が多いです。はい。で、さらに結球系の玉ねぎとかニンニクは、まあ、水不足とかですね、まあ、肥料不足で、玉がね、小さくなります。なので、痩せた土地とかですね、強い乾燥した土地、そういったところでは、育ちにくいっていうね、作物です。はい。ということで、今回ですね、本当に、
ざっとですけれども4つのタイプの、根っこをご紹介させていただきました。で、まあ、家庭菜園レベルででもですね、まあご家庭で、どういう野菜を育ててみたいっていう選ぶ、まあ、参考とか指標で、そして選んだ後のこう栽培の仕方についてもですね、こう、まあ、ヒントになることが多いと思います。はい、ということで、今回はその根っこの4つのタイプ、ご紹介させていただきました。ご参考になればと思います。それでは本日も素敵な、野菜果樹栽培ライフをお過ごしください。けんゆうでした。バイバイ。